とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。ビーストバーストの強さを検証してくださいということですね。確かに、今回のタワー、ビーストバーストかなり使えます。二つ前ぐらいのタワーでもかなり使えたのよ。なので、威力っていうのをちょっとはっきり調べてみようと思いました。ちなみに263ビーストバースト。威力はなんと900万です。900万すごくない？とんでもないダメージだよ。で、さらに、ベッグス、そしてバジーネスト、3匹、6匹出ます。で、ドラをつけてれば、900万の3倍。2700万だよ。2700万を6発ぶち込めば、大概のボスはやられるんじゃない？相当なダメージだと思うんだけどね。まあ、どうなるのか、ちょっと調べてみましょう。ベッグスを2つ持っていけばいいんだけど、1個しか持ってなかったのよね。なので、最初に、ボスが出る前に、蜂を設置して、行こうか。行け。蜂が、出た。行くぞ。行け。ビーストバースト。ははー、半分。半分か。たったの半分っすか。なんかちょっと、想像と違った。まあ、こいつは結構、HP はね、高い方だよ。すっごい高い方だけども、そうか。ビーストバースト一発じゃ、ちょっと、倒せないっぽいっすね。ちょっとマジか。ちょっと待って。待って。ポーションが回復してから、今一度、行きます。おい。行きます。オッケー。まずは8。これ厳しいかな。うわぁ、きつい。ダメだ。全然、ダメージ与えるのは難しい。6体召喚して、ドラを使っても、ボスワンパンはちょっと難しいですね。古代人ぐらいだったら、多分、ドラ使わなくても、いけるんじゃないかな？ベックス出して、爆発させるだけで。多分古代人はいけるけども、普通のボスはね、ちょっと厳しいです。威力が足らない。やっぱり HP がね、4億か5億ぐらいあるので、何千万か与えたぐらいじゃ、ちょっとね、倒しきれなかったです。ということで、ビーストバーストは、普通のボスに使うのは、あまりおすすめはしないですね。まあ、ついでに使うっていうぐらいだったらいいけども、これで倒してやるぞっていう気合でいくと、どうも、ダメみたいです。まあまあ、ワンパンできる武器なんかはね、他にもいくつでもあると思うので、そっちの方を使ってください。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。